ホーム画面からクリエイトをクリック。テキストトゥビデオをクリック。ビヨンドゴーの画面になりました。トピックをスクリプトに変更します。あらかじめ用意したテキストを選択しコピーします。レイアウトを選択します。トーキングヘッドもしくはナレーションから選びます。レイアウトを選択。クリエイトビデオをクリック。ビデオが完成したらまずプレビューを見てみましょう。入力した文章通りに音声ができました。音声とテキストの変更はこの時点で行います。ビヨンドスタジオに移動して編集します。キャラクターやシーンの編集を行います。